車上荒らしに対して有効な対策はありますかうーんとね、一番有効なのは安そうな軽自動車に乗って、えー、窓ガラスが全部オープン、オープンというか中が見えて何にも入れとかないっていうのが多分ローカルの えー、車上嵐が多いエリアでやってるアングラーがみんな大体そこに落ち着いてるんで、そのケースがいいですね。まあ当然車上嵐する人はまず車に近づいて中を見るので、その時に、ああ、なんもないなってなると、えー、やられにくいのかと思います。で、次に、今度、いかつい車。<laughs> えー、まあ、それなりハイエンドな車にすると、防犯装置もあるだろうし、 まあ当然、やる側からすると、万が一持ち主とバッティングしたときに、やっぱりまずい、ね、やられそうな人はやらないですよね、だからやっぱ強そうないかつそうな車はあんまり車上荒らしは合わないんじゃないかなと思うんですよね、比較的ね。